てか、お互いに気づけよ。魔物も近づかないって思いっきり近くいるから。お、どこだ？え、どこよ？鳥か。あ、そっか。あっちの中ってことね。なるほど、なるほど。もう普通に借りていこっかな。借りていこっかな。私、何ルピー持っとった、今。ここから西のルマリン砂丘ね。あ、もう614あるけん、砂ざらしじゃあ、貸してください。借りるざらし。なんだい、その喋り方。気持ち悪いね。なんかそのフリフリのエプロン似合わんな。もしかして外の若者の間で流行ってるとか。いや、そんなことはないと思うけど。借りた砂ざらしはきっとおとなしいのね。西の方角。ルマリン砂丘、ルマリン砂丘。こんな勢いで近づいていって大丈夫？やられるんじゃね？ 気温がかなり暑くなってきた。なるほど。なんかめっちゃ普通に集落あるんですけど。通り過ぎてくー。ルマリン砂丘、この辺？この辺かい？ルマリン砂丘。違う？着いたら着いて、ルマリン砂丘？サボテンか。人かと思ったよ。この辺も集落なの。あ、待って！モルドラジークどれ？おったおった、モルドラジーク。ということはだ。ちょっと待っててね、砂ざらし。お前じゃねえ。こいつ雷。こいつ雷や。そうはさせんぞ。雷は打たせんぞ。ちょ、離れないで離れないで。雷とか使われたらひとたまりもないから。 OK。 これでちょっと回復回復。うわ、フラフラ、超フラフラ。大丈夫か。しかし元気に肉を食う。すげえな。 とりあえずこの上から。てかさ、崖の上になんかいろいろ置いてあることない？なんなんやろ。箱。モルドラジークがどういう感じで攻撃をしてくるんかがよくわからんけん、あれなんやけど。この上まで攻撃届くんかな？お、モルドラジーク、どこどこどこ？どこどれ？だね。この多分爆弾の樽を、これを使って攻撃しないといけないんだと思うの、多分。多分きっと。何？いないんすけど。何？消えた？モルドラジークとやら消えたの？消え。平和になったけど、なんか。たまにしか現れないの？
守る。来た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 。何どういうことよ。ちょっと待って、とりあえず待って。あんまり時間かかりすぎてもなんか、多分ダメなんだろうけど。お、あれや。あ、一緒に降りたら危ない。私が勝手にやられる。私が勝手にやられる。武器捨てた、私。違う、盾じゃなくって。盾じゃなくって。リモコン爆弾。は。こっちこっち。違う違う。やべえ、その辺のリザルフォス。その辺のリザルフォスが。ひぃ。なにあれ、でっかいワニ。でっかいワニなの。魔物ですら近づかないんじゃなかったの。リザルフォスとか超いるんですけど、なんか。ちょっと待ってね。こっちだよ、こっちだよ。はい。へい。こいつ普通に剣で切りつけるの？弓なの？こっちこっち。ほら。てか、お互いに気づけよ。魔物も近づかないって思いっきり近くいるから。リザルフォス超近くいるから。え、なに？誰に狙われた今。急激に死にましたけど。何事？待って、あたしこんなところに戻されたけどさ。こんなところおるけどさ、こんなところにいますけど、いや気づかないで。私の砂ざらしは ここの岩場んとこやったよね。君を構ってる場合じゃないんだ。うわ。お、違う違う違う。違うよ。君リザルフォスでしょ？リザルフォスじゃなくって、モルドラジークを、モルドラジークと戦いに、砂ざらし。これ、ゴーゴータケじゃない？へーい。さあ、モルドラジークよ、出てこい。あ、いたいた！あれやね。モルドラジーク、いたよ。これでリモコン爆弾。ちょうどモルドラジークの上に投げたいんやけどなぁ。なかなかこんなよね、こっちまで。こっちだ。こっちこっち。はい、この爆弾、はい。お、戻ってきた、戻ってきた。はい。うわ、すげえ、怖っ。目怖っ。これ目やろ。どれぐらいでやっつけれるかな。ちょ、怖い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 。走って走って。
でも思ったよりは大丈夫そう。超暴れてるけど。はい。なんか暴れてない？なんかすげえずっと地上で暴れてない？何？どうしたの？あれ。ほら、この爆弾、この爆弾を、爆弾だよ。そう、それ。急激に違う方向を向いた。さあさあ、やっつけてやる。竜のルケーチ北のモルドラジーク。竜のルケーチやってかっこいい。さあ、この調子。この調子で、うわ、暴れる、暴れる。暴れ狂ってる。お、来た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 。はい。この調子で、このままリドルフォスもこんといてくれたらさ。ちょ、待ってね。モリブリンバット。でもあんまりね、岩場から遠くなりすぎたら、私が逃げれない。私が逃げれないよ。はい。そしてあんまりね、そっちに、あんまりそっちにね、行かれすぎると、リザルフォスがその辺ちょっと眠ってるからね。そっか、そういうのも考えてやっていかんといかんって、こっちこっちこっち。あの爆弾だって。気づかねえのかよ。ことは多分もう一回こっちから戻ってくるよね、モルドラジーク。それまでちょい待つか。なんか一気に冷えたね。一気に寒い感じになったね。とりあえず半分ぐらいまで体力減らせたね。で、そこに寝てるリザルフォスたちを起こさないように、起こさないように。最新の注意を払いながら、モルドラジークを待つ。はい。来て来てー。来て来てー。来ないか。あとちょっと、もうちょっと。でも思ったより敏感じゃないよね、音とかに。あ、半分以上減らせとるやん。半分以上だ。あ、でもこの時間になったらさ、あの、骨たちが活動しだすけん。骨たちが活動したら、しだしたらちょっとね、ちょっと、こいつらこいつら。マジでこいつら。マジでこいつら。ちょ、待って待って。とりあえず骨は頭拾うまでに時間がかかるだろうから、へいへいへい。うう、どう、狙ってくるのかよ、狙ってくるのかよ。わ、超暗くなってきたやん。こんな暗くなるんか。骨たち、骨たち、はい。めっちゃ狙ってくるやん。当たってないけど。当たってないけど。あっちの方めんどくさいな。モルドラジークどこ行った？あっちの方かな。あいつら超邪魔なんですけど。あいつら超邪魔なんですけど。めっちゃ水バシャバシャしてくるやん。はい。お、明るくなってきたか。明るくなってきたら、明るくなってきたら、骨たちは自然に消えていくだろうから。よし。あそこにもリザルフスたちがおるんか。
ついね。きついね。さあどう？はてなってなった？お。はい。さあ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 。これで一気に決めたい。どうよ。あーまだかな。あとちょっと。多分ね、あと一回できたら、いけると思う。骨たちはまだいるのか。へい。後ろだよ、後ろ。気づかねえ。帰ってった。あ、そう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 、こっちこっち。こっち。はい。そっちじゃないよ。あーでもあの辺リザルフォスか。あの辺リザルフォスだな。こっち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 。そう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 。はい。来たんじゃねこれ。おっしゃ、ほんとに一発やった後。ちょっと待ってね、体力だけ回復させて。ちょっと感動にふけりたいところではあるんだけど。うわ、すげえ。でっかいワニみたいな感じかな。お、宝箱出てきたんやけど。モルドラジェイクの背びれ。モルドラジェイクから取れる丈夫な背びれ。薬の材料として使うことができるが、それ以外にもどこかで何かと交換してもらえるらしい。どこかで何かと。なんかすげえ怪しげな。お、モルドラジェイクの肝。これよね、いるんやった。モルドラジェイクから取ることができる巨大な肝。めったに手に入らない貴重な素材で、薬の材料にできるが、他の使い道があるとは指される。はい、この辺、肝と背びれがね。そして宝箱。これ、食べとったんかな、モルドラジェイクが。お、ゲルドの弓。そしてこっちは騎士の剣。ふう、いろいろとゲット。じゃあ帰りますかね。あ、ほらほら。サボった？ああ、あんたかい。旦那はこんな私を可愛いって言ってくれた唯一のボーイなんだ。だから私は何が何でもモルドラジークの肝を手に入れないと。これどうぞ。はい。これって、モルドラジークの肝？本当にもらっていいのか？いいよいいよ。サークサーク。こんな形でしかお礼できないけど、これ受け取ってくれないか？おお、300ルピー。金色にも映え輝くルピー。これ以上ない幸せ。これであの人も、くす。さあ、それで戻れるかい？モルドラジークの肝。どこ行くの？本当にサークサーク。これであの人の病も治るはずだ。さあ、早速戻る準備をしないとな。親切の入り屋の場合よ。そういえば名を聞いてなかったな。リンクです。リンクか。ボーイのごとくたくましいのだ。もし私にベイベイができたら、きっとその名をつけるよ。何を言ってんだかわからねえぞ。娘ってことかな。娘ができて、リンクってつけてもね、なんかかわいそうだけど。他は、あ、これはもうクリアしてるやつね。ゲルドの至宝、雷鳴の兜。あー、なるほどね。バレッタを探して。極所地帯。8年目の英雄。それは一体どこにあるんやろうな。宝石は多すぎ、火打ち石10個持ってなかったんかな、まだ。火打ち石。ある！火打ち石10個あるよ。ということやから、あ、あとはあれよね、夜光石10個。ない。夜光石10個ない。じゃ、こっち、火打ち石。これをお届けに。どの人だ？この人？
この人だね。サボった。何度も来てもらって悪いけど、火打ち石がないことにはアクセサリーも作れないし、店は開店休業なの。はぁ、どこかに火打ち石10個譲ってくれる親切なバイとかいないかしら。あげるよ。はい。これで順調に悩みを解決やね。これ、譲ってくれるの？どうぞどうぞ。サクサク、これはありがとうって意味やね。でもいいのかしら？水知らずの場合にこんなに親切にしてもらっちゃって。お礼をしたいんだけど、ずっと店も閉めてたから今手持ちがなくて。そうだ。火打ち石も手に入ったことだし、お礼にアクセサリーをどれか一ついかがかしら。どれかわからんけど、ルビーの頭飾りでじゃあ。ルビーにはね、寒さをしのげる体感効果があるの。ルビーの頭飾りがお好みかしら。あ、なるほど。説明してくれるんやね。じゃ、サファイアは？暑さ。もう一個は？トパーズやったっけ？これは？これがいい。トパーズには感電を防ぐ帯電効果があるの。トパーズの耳飾りがお好みかしら。はい。これを選ぶって思ってたわ。じゃあちょっと待っててくださるかしら。やったねー。これで耳飾り、要はイヤリングやろ。より一層女の子に近づくわけやね。あなたのために作った新作よ。いいのができたんじゃないかしら。おーい、エレキガード。雷の力を宿すと言われるトパーズを、ゲルドの宝石職人が加工した耳飾り。身につけるとその加護により帯電効果を発揮する。あなたのおかげでお店も再開できたし、アクセサリーが欲しいならいつでもいらっしゃい。あなたならいつでも特別価格だから。やったー！他のお客さんには内緒、ね。ありがたーい。ってことで、これを、間違えた。これを身につけて、あれ？これ外れたけど大丈夫？あ！ボーイだ！ボーイがいるぞ！捕らえろ！出されるのね。なるほど。うわ、掘り出された。街にボーイを入れるわけにはいかない。それがゲルドの掟なのだ。わかったか。もうここには来るんじゃないぞ。そう、変態みたいな格好になってしまった。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。